続きましてセガサミーフェニックスからは天才すぎる女雀士茅森さやか、まるで死神にでも取り憑かれたようです。序盤から宝珠に次ぐ宝珠、個人連敗を喫した前回の試合7戦トップなしの4着3回、もう十分苦しんだ。これ以上は受け入れがたい。茅森大復活の初トップなるか。お待たせしました。第2試合選手入場。トンチャにはコナミ麻雀ファイトクラブ滝沢和則、長いキャリアの中で築き上げた滝沢のイメージがまた姿を変えようとしている。勝利のために進化する。今日もまたファイトクラブ魂を込めて個人連勝なるか。なんちゃには EX 風林火山松ヶ瀬隆也、腕によりをかけて作る料理も勝って飲むうまい酒も最後に仲間たち と分かち合ってこそ超巨峰発射の準備はできている。松ヶ瀬個人8戦目怒涛の3連勝なるか。シャーチャにはセガサミーフェニックス茅森さやか、どん底の不運を味わった。仲間が苦しむ姿も見せた。もう許さん。全員並んで歯を食いしばれ、茅森初トップに向けて突き進め。ペイチャにはビーストジャパネクスト中田かな、この大舞台で無筋を押すプレッシャーは計り知れない。しかしその精神的ハードルはクリアしてみせた。心の強さは今夜こそポイントに変わるか。中田個人5戦目の登板です。お願いします。お願いします。開催33日目第2試合が開始されました。トンチャに滝沢、ナンチャに松ヶ瀬、シャーチャに茅森、ペイチャに中田の並び、トンの一曲ドラは連想です。解説は引き続き最高位戦日本プロ麻雀協会より土田幸翔さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあまずは4社のハイパイからご覧いただきましょう。こちら連勝がかかる滝沢、これはいいとは言えないぞ。両面が2つ、第1打じっくり考えて、ここは自敗のチュンから、なんちゃには個人連勝中で3連勝がかかる松ヶ瀬、こちらも良くはない。そしてシャーチャには初トップを狙う茅森、初が統一3万イーマン両ピンと統一です。そして同じく初トップを狙うのが中田、こちらは両面が4つほどあってドラ両面もあります。そしたら4社全員合わせてこれゼロメンツですちょっとここからのツモの行方が大事になりそうですね。そうですね。そんな中でもいいのはやっぱりペイチャの中田ですかね。次に移ります。もう茅森もいいですよ。ぼちぼちですよか、はい、お引いてきた引いてきた引いてきた。中田はモーターがいいですよね。スッスッと言いましたね。思いますけど、はい、本当にあの迷いが少なくて、はい、難しい手の時は別ですけど、特に序盤はスッ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 切っていくんでね、はい、気持ちいいですね見てて。迷いがなく打ち出していると。いや早くトップ欲しいですよね。あらいいシャンテンになっちゃった。さあ茅森が初をポンしてこれでいいシャンテン、6球ピンリャンウーマン、滝沢カンチーソーリャンウーピン、いや第1試合は本当にチーム順位の格差がそのまま順位に現れるような、対照的な2チームでした。なんとか格差社会、あーこれ3万フリテンのポンテンですね、ここがトイトイのルートが出てるっていうことですから。でもリャンピンからポンした場合はトイトイになる、3万フリテン残りますからねシャンポン。
とにかく上がる、とにかく上がろうと、何としても上がってやるというね。ニック北滝沢ですかこれ。いや、そういうわけ、自分のペースを掴むためにどうだ、あっさり。これだけどさあ、いいシャンテンだ、まあ、いいピン切るか今4番切るか、3色の含み残るんで、こう切るとはい見刺し、うん、うん、ちょっと危険な、危険を覚悟で、はい、だけどなんで勘しなかったんだろう。ん、いいわ、脳天ですか。え、気合で勘でしょう。土田さん、え、もう今令和ですよ、何ですか気合って。そんなもう非科学的なことをおっしゃって、自分でだって、だってさ、安い手だからさ。皆さん聞きましたか、それはあの試合に負けて罰走を与えてるようなもんですよ。9万が乗るかもしれないじゃん、ピョコッと。今の茅森さんにそんな空気感ないじゃないですか。そうかな、はい、感じて欲しかったな。やっぱり今の手が安すぎるっていうことですか。安すぎる、うん。そこまでしての戦いはしないってことですね、茅森もね。そうでしょうね。この3番なんだ、なん、大手パターン。さあ、うっそうっそ、7だ、え、7山ウッパーソ。リャンワンは、リャンは1、2、3、4、5、3対7ですよ。いい勝負だね。何言ってるんですか、もう算数、小学校2年生の1年生の算数からですもう。山7、山7、ああ滝沢すぐ抜いた、筋のチーマン7のウッパーソー、3のリャン、いやー、茅森突き破れるか、ウッパーソーだけダメよ、ツーボー400、須田さん、はい、7対3は3ですね。そうだろう、そうだろうじゃないんですよ。初400、700、いやー、これはこの4人以外はもう圧倒的中田勝利と思っていたはず。麻雀は枚数じゃない。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。